深浦町出身の近藤金吾です。ですね、まあ、今は、東京の方でタイムスリップってバンドで、まあ、歌ったり、しております。まあ、本当に僕あの音楽が好きで、それで今回あのこの番組を通していろんな方にこうあの会えるっていうことをすごく楽しみに、してきてるんですけども、あのやっぱりこの音楽を通じていろんな世界がこう広がっていくっていう意味でこのパーソナリティをやらせてあのもらうことがすごく楽しみに、ずっと思ってきました。青森県の西津軽郡深浦町で、まあ、生まれて育って、まあ、本当はですねあの代々続いている製材所が僕4代目であの長男で継がなきゃいけなかったんですけど、あの、まあ、東京に音楽を夢を求めて、行ってしまってからですね、あの、まあ、ずっと音楽にのめり込んで、せっかく出会った音楽なので、あのこれからまた続けていきたいなと思ってます。青森ミュージック
フェスティバル青森ミュージックフェスティバル。高校を卒業して、それで、まあ、高校の時に作ってたバンドでみんなで東京行って一旗あげようっていうことで行ったんですよ。だけど、まあ、あんまりね、そのすぐにねプロになれるわけでもなかったんで、どんどん解散しちゃったんですよね。それで、まあ、その時は27歳、もうじゃあ田舎帰るか、このまま音楽を続けるかって悩んだ時に、ソロでやってみないか、一人でやってみないかっていう話もらって、よし、じゃあちょっと一発ソロでやろうと思ったんだけども、これがまたうまくいかない、どうしようかと思って、もう30歳になってたんで、今度こそ田舎帰ろうか、いや、もう一回バンドやってみようってね。それで当時マネージャーをやった人と出会って、ところがね、やっぱこう出会いってすごいなと思った、そっからトントン拍子にデビューの話が決まって、33歳の時、青森を出てから15年後に、トイズファクトリーというところからメジャーデビュー決まったわけなんです。それでは今回出場の地元ミュージシャンをピックアップ。青森ミュージックフェスティバル。今年の1月に昭和通り商店街ってそこにあるんですけども、そこでですね、なんと商店街初のアイドルということで、マーブルちゃんが、マーブルがですね、誕生したんですね。それでそのマーブルのその、なんていうんですかね、そのアイドルのそのなんかこう熱いハートっていうんですか、それがすごくですね、僕感動しまして、じゃあマーブルに次ぐ次のアイドルを目指せっていう感じで、いろんな人にアイドルを目指してほしいなっていう思いを込めて、そういうこの開催をね、させてもらいました。それでは今回のオーディションの模様をご覧ください。どうぞ。まず、1番目は尾崎38歳です。ぜひ私も歌ってみたいなと思ったので参加しました。そういうアイドルとか
やらせてもらえるんであれば、あれだけじゃなくて、その人口を取り戻したいというか、小さい頃から歌うことが大好きで、いつも母と一緒に歌ったり、暇さえあれば歌うという、歌が大好き。歌うことは好きなので、精一杯頑張っていきたいです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。みんなに笑顔もいいようですね。その笑顔を。今回こういうオーディションに歌ったら自分で作詞をしてみたいなと思います。短い時間の中で、その自分の表現を精一杯出させていただいたんですけれども、選んでいただいて本当に嬉しく思っています。キンゴさんの素敵な歌を歌わせていただけるということで、すごくワクワクしてます。これから頑張りたいと思っていますので、よろしくお願いします。最後はですね、今回のオーディションでめでたくアイドルになりました尾崎美紀さんの歌でお別れしたいと思います。この模様はですね、9月30日の番組でもご覧になれますので、ぜひぜひ見てください。では10月4日5日青森ミュージックフェスティバルでお待ちしております。どうぞ。居心地のいい仲間に囲まれて、なんとなく楽しい毎日、心の中に何か足りない初めてる自分がいる。欲しいものと聞かれたらきっと数えきれないくらい言えるのに、大切なもの何か忘れてる。かけがえのない大切なもの。